こんにちは。カルチャースクールはアラカルト着付け講師の岩田明子です。今日は、着物のクリーニングについてお話しします。皆さんからよく着物は着終わったら毎回クリーニングしないといけないですかとかっていう質問を受けますが、私の答えはノーです。で、ただ必ずしてほしいことは汚れのチェックです。着るたびに汚れが着終わった時に汚れがないことを確認して、もし食べこぼしなどの汚れ、あとファンデーションなど汚れていたら必ずすぐに出すことをお勧めします。で、出す着物のクリーニングの場所は着物を専門に扱っているところをお勧めしています。普通のクリーニング屋さんではなくて、そういう専門のところか、または買った呉服屋さんなどを通じて着物を専門のクリーニングに出すことをお勧めしています。で、あとは、汚れがない場合はそのシーズン1年その季節ずっと着て、例えば夏物だったら汗になるので夏が終わる時に出すとか、で、あとは、汚れがなければしばらく私は着たままに何年か着ているものもあります。で、振袖などもうこれから例えばご結婚されるとかで10年間は着ないっていうような場合は出された方がいいと思います。で、あとはその方の、着物とその方の関係というか大切さ度合いで決めていただければいいかと思います。もらった古いものであったりとか、リサイクルで安く買った置物とかはたくさん枚数をお持ちの方で優先順位が低い場合はもう特に汚れがなければクリーニングは出さずにどんどん着てしまって、着潰すっていうような考えもあるかと思います。で、逆にこの着物は大切だからもう何十年も着たい、また お嬢さんに引き継ぎたいっていうような大切なものは定期的にクリーニングをして大切に使われることをお勧めします。そのように、その方と着物の関係で、臨機応変にクリーニングを考えていただければと思います。